アグナレは、ブラジルに、本拠地を置くトラックなどの商用車や、軍用車、農業用、トラクター、エンジンを製造するメーカーである。かつては、オートバイ、スクーターも製造していた。1962年に、インダストリアガウチャでアグリカラズ SA のナデニリン、小型トラクターの生産を始める。1965年にフランシスコステディルグループのグループ企業となり、 カシアスドスルに本社を移転する。1965年に4輪小型トラクターと1、気筒ディーゼルエンジン、2気筒ディーゼルエンジンの製造を始める。1982年に最初のトラック TX1100 の開発を行う。1983年にアルピナの企業となった後、カジバの技術協力、経済協力を受け、原付メーカーとなり、 モペットやオートバイの製造も始める。それ以降、マナウスに生産拠点を移す。1988年に、ドイツのトラクターメーカーであるドゥーツと契約し、ブラジル向けのトラクターと、アルゼンチン向けのトラックの生産を始める。1997年に、チェコのトラクターメーカーであるゼ、トールやアメリカのトラックメーカー、ナビスター・インターナショナルと契約し、これらの国を、 ターゲットに中型トラクターとナビスタートラックの製造を始める。1998年にはナビスタートラックの組み立てを始める。またバスメーカーのマルコ・ポーロと契約しバスのシャーシを生産する。2002年にコロンビア工場でバスのシャーシを製造する。2003年にロンバードの協力で世界最大のディーゼルエンジンメーカーとなりブラジルにおける ロンバードの製品の修理と販売を行っている。2006年、メガボルト、アグスタとの提携を解消し、二輪部門を同社に売却した。ありがとうございます。